最後どうなってくれてたら嬉しいかなって僕考えたんですけれども、やっぱり帰って今日はありがとうなって言ってもらった時、その時に笑顔であれば僕はやっぱりすごい嬉しいなって思って、最近も活動させていただいておりまして、で今回そういうタイトルをつけさせていただきました。ここがなんていうんやろう、来れば自然と笑顔になってしまうような、そんな魔法の空間になればと思って、スマイルマジックというタイトルつけさせていただきました。ありがとう、あなたに届けたくて、この想いを今でじゃ伝わらないから、ありがとう、これが今歌うよ、どこまでもどんな時も聞こえるように、いつまでも忘れないさ。
次の曲大丈夫という曲なんですけれども、疲れたいんやったらちょっと休んでいこうかでね、あのちょっとまた落ち着いたら歩けるようになったらじゃあ一緒に歩いて歩いていこうかっていう感じのスタンスの応援ソングとなってて、だから今までにないような、歌詞にはなってるんですけれども、でもやっぱりあのなんてやろう、バンドがすごい好きで僕はちょっとみんなにも楽しんでもらえるような曲調になったんじゃないかなと思います。もう大丈夫、笑っていいよ、何か忘れられない